大阪ですはい、えー、本日、もう先ほどですね、えー、大臣44の、えー、追加対戦カード発表がありまして、でね、えー、クレベルと金原正則選手のフェザー級の、えー、試合決まりましたね、えー。次期挑戦者でしょうね、えー、ケラモフと。 まあ、これも今、日本人選手、クレベルにみんなやられてきてるんで、もう残ったのがもう今、日本人選手残ってるのが、え金原っていうところなんで、まあこの試合と、あと他にも、僕的には一番、僕的に面白いのは、マジマ選手と、横山武史選手の、まあグラップラー対決。あと、え本当に、ピュア充実家の横山選手ね。全日本、 全日本も取ってますけども。まあ本当に今、充実のトップと、えー、日本のグラップリング界の、まあ日本の MMA のグラップリングのトップ選手っていう戦いですね。まあ、他にもあの、白川くんと中原くんとか、えー、いろいろありましたけども、まあ今日は、えー、解説、展開予想は、えー、まあ本当にあの僕、 あの、楽しみにしてるね、2試合をやっていきたいと思います。えー、クレベル、金原、えー、さらに、えー、横山、真島でいきたいと思います。さあ、まずは、えー、次期挑戦者ですね。えー、クレベルと、えー、金原。まあ、ここは、もう、あのー、あれですね。まあ、やっぱり日本人の、あのー、残ってる、 選手としても金原選手だけっていうところで、まあここはね、僕はポイントになるのは、うん、まあ結構ね、あの、金ちゃんが年齢的に今41なのかなで、まあやっぱり体力がなくなってきてて、体力がなくなってきてるだろうとね、スタミナと。あと多分気持ちの部分で、やっぱり前世紀よりもこう、 ギラギラ感というか、こう絶対に、あんま競り合いになると結構きついんじゃないのかなっていうところですね。だけど、やっぱりもう技術的なところと、あとはもう、試合運びに、ものすごい、その、やっぱりこう、熟練度が上がってきてですね。で、まあ、ここのポイント、本当スタミナで、 僕はおそらく、金原選手は、まあ打撃で、まあおそらくっていうかまあ間違いなく打撃で行って、で、そこの、あの、クレベルの組み合わせをしのいでしのいでっていう展開になって、こう、うまく上取って、僕はね、テイクダウンはね、されないんじゃないのかなーっていうところで、ただ、 もつれてるときに、バック取られたりするときつい。バック取られたら、決められないけど、削られそう。で、えー、だから、こう、決められないで削られて、とかなって、削られちゃったりすると、結構3ラウンドきついのかな。で、僕は多分クレベルがちょっとテイクダウン取れなかったら、引き込むんじゃないのかなと思って。で、引き込んだときに、 あのー、クレベルの仕掛けを金ちゃんがずっと潰してて、それに捕まえなければ、あのー、金ちゃんの判定勝ちか。うん。まあでも打撃で、まあ、ね、あ、でも打撃で聞かしても、クレベル気合入ってるから途中からゾンビモードに、僕最初聞いても、クレベル途中からゾンビモードになりそうだな、っていう。 のもあるんで、うんそうですね。だからこう、押さえ、しっかり、金ちゃんが抑え、抑え込んで、スタミナが持てば、えー、判定勝ち。だけど、クルベル、打撃は、クルベルの打撃はちょっと変則的なんで、金ちゃん的に言うと、ちょっと僕はやりづらいんじゃないのかなって思うんですよね。で、 そのクレベルってそこまですごいこう反応グーガッとかってするわけじゃないんでクレベル自分でこう変なタイミングで蹴って変なタイミングで蹴り終わりぐらいのところでポーンってパンチとか売れてくるんであれちょっと結構見づらいかなと思うんで最初の方ちょっと金ちゃん打撃であの慣れるまでにちょっと時間かかるかなと思うんですけどもそうですねだからこうすごく展開としたら。 何パターンかあって、最初の方で打撃で行って、打撃でクレベルが行った時に、ちょっとこう、ちょこっと打撃は当たるんだけど、で、そこでクレベルのね、こう、打撃出してる中で、く、金ちゃんが切れれば、で、切れれば、最初はもらうけど、後半の方、打撃だったら僕近金ちゃんは疲れないと思うんで、 打撃でいければ、僕は、あの、テイクダウンを切れれば、金ちゃんがこう、普通に、倒す可能性もあるし、まあでも判定だろうな。深追いしないんだろうな。だから、判定かな。で、えー、クレベルがこう、組みつくことができて、バックとか取ったりすると、ちょっと後半、疲れてきて、 それがこう何回か組みつかれて下になってとかっていうのを繰り返すと僕は金ちゃんはね、クレベが下になって方僕は立たすと思うんですよね。あんまり寝技しのぐのもちょっと疲れるだろうなと思うんで立てたら立っちゃう。で、疲れないように戦って打撃の時間が長ければ僕はもうあの金ちゃんの判定勝ち。それで変にこう組み技とかで 結構こうバック取られたりとかそういうとこになるとクーブよりは後半3ラウンド一本勝ちっていうところですねで、えー、勝敗予想としてはこれね金原選手の勝敗予想っていうのはすごい難しくてちょっと気持ちが入っちゃう部分もあるんで下手な予想をしてなんか ゲンカで勝,勝ちって言った時に、あの、ゲンカがは勝ちって言った時に負けたりとか、逆、あの、行くパターンまでで、鈴木千尋選手の時のように、なんでね、どっち言ったらいいかなって思いますけど、僕は本当どうしても、この試合に関して言うと本当ね、金ちゃん仲間なんで絶対に勝ってもらいたいんで、でもね、あの、本当にこう、相性的にも、 悪くはないと思うんですよね。金ちゃんが。クレベルに勝てる選手と僕は本当少ないと思うんで、日本人で勝てる選手としたら、金ちゃんぐらいかなっていうのもあるんで、他の日本人選手だとちょっときついんじゃないかなって。僕、横山武一選手も、自分は勝てるとか言って言ってたんですけど、ちょっと寝技の攻防じゃなくて、打撃でやられちゃうかなとか思ったりするんで、ほんとこう勝てるとしたら、 うん、金ちゃんぐらいかなと思うんで、ここでしっかりね、あの、やっぱ日本人勝ってもらいたいんで、金原選手の僕は判定勝ち。で、しかもそれは、スタンドの時間を、あの、下になった時、クレベルが引き込んできても付き合わない。で、タックルに関して言うと、もう一切付き合わない。もう切って切って、打撃の勝負。それで僕は、あの、金原選手の、えー、判定勝ち。 にしたいと思います。さあ、続いてもう一試合、フェザー級の、ね、一戦ですね。真島選手と、えー、横浜武司選手ですねで。これはもう本当にこう、あのー、横浜武司選手はもう、ピュア充実家で、まあ打撃も、あのー、伝統からでやってるっていうんで、ちょっと打撃とかも、MMA の試合とかで見ると、ちょっと打撃やったりするんですけど、まあやっぱりちょっとこう、やっぱりまだちょっとこう、パンチとか、 怖いんだろうなっていう感じもするんで、打撃はそんなにあんま怖くないと。で、え真、ー、島選手も今までの試合、も、まあ、打撃出す、したりするんですけど、やっぱり結局組の勝負になってて、お互いやっぱりちょっと打撃でしっかりやるっていうのは、多分僕はちょっと、お互い打撃いかないんじゃないのかなと思って、そんなにお互いが倒せるものを持ってないんで、 特に、真嶋選手は打撃、ちょっと右フックとかがいいんですけどね、でも、やっぱあれはだいたい組むためのものだったりするんで、ちょっと僕は組みの展開なんじゃないかなと思ってて、でもう横山選手はもう、ンガン決めに行く、でどんどん動く、どんどん仕掛ける、で真嶋選手は抑え込みながら、上からちょこちょこ、こう。 相手を完全に制圧しながら、あの、自分の試合をすると。クラベル選手との試合でも見たんですけど、やっぱり、あの、上からの圧力がめちゃくちゃ強くて、マジマ選手。で、しっかり、スタミナがあるときはしっかり抑え込んで、仕掛けとかも全部切ってっていう感じなんですけど、ちょっとマジマ選手は、ちょっと、僕はスタミナに問題があるなと思ってて、結構負ける試合って結構後半に、あの、スタミナ切らしちゃったりとか、 後半、ちょっと集中力切れてるっていう試合、ちょっと多くて。で、僕は横山選手とかってすごい仕掛けてくるんで。しかも、その、グラップリングの話でいくと、やっぱり、今の、柔術のトップ充実家、黒帯のトップ充実家と、MMA のトップグラップラーでいくと、 ちょっとね、組み技の部分でいくと、その、決めの精度でいくと、寝技の、その、なんて言うんだろうな、決めの精度というか、寝技の、その、精度はもう、ちょっとこう、充実、トップ充実感が明らかに上回ってて、ただ、MMA のグラップラーっていうのは、相手を抑え込む力が強いと。なんで、1ラウンドは僕は、あの、真島選手が、 あの上取って制圧して仕掛けを全部切りながらちょこちょこ削っていくと思うんですけど2ラウンドの後半ぐらいからそれをやってたら多分僕は真島選手が疲れてくんじゃないのかなと思ってでその疲れてきてるところを横山選手らは僕はパクッと、うん、三角締めとかそういう下からの仕掛けで僕は決めちゃうんじゃない3ラウンドぐらい3ラウンド終わりの方とかね で、僕は、ヨガ選手が決めるような気がしますね。やっぱりこう、ちょっとこう、真島選手が、あのー、下からの、クルベルの仕掛けの時とかでも結構こう、すごい押さえてるんだけど、ちょっと、結構こう、お尻動かされちゃうと結構、それを押さえるのに力使ってる感じしたし、今までの試合とかでも、 まあさっきも言ったんですけど結構バテるんでね特に下からの仕掛けの強いやつと上で試合トップ取ってるとすげえ疲れるんですよねこう制圧しようとするのがで結構危ないシーンとかもあるとかうやって力入っちゃったりするんでそんなことを何回も繰り返してると本当にトップでしのいでるだけでも疲れるんででさらに横山選手は柔術の大会でね あの、成績も残してるんで、充実の試合って結構何試合もしたりするんで、結構精神的に、あの、気持ちがあんまり切れにくいというかね、結構こう、長い、長くこう、あの、メンタルのスタミナもある選手が多いんで、あまり簡単に気持ちが切れるタイプじゃないんで、あの、充実で、あの、コンスタントにいい成績を残してる選手は。なので、 結構仕掛け続けられる試合が多かったし、今回も仕掛け続けるんじゃないのかなと思いますので、えー、横浜選手の3ラウンド一本勝ちだと思います。まあ本当に、あの、ライジン44ね、結構面白い試合多いんで、えー、またね、ちょっと楽しみにしたいと思います。終わりにしたいと思います。ありがとうございました。